しました。こんにちは。やほやほ。やっほー特に話すことはございませぬ。こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶり？久しぶりなのか。確かにインスタで動いてるの初めて見ました。確かにショールームでしか動いてない気がするよ。私らも撮れた。見ました。あ、見ましたじゃなかった。何もそんなコメントなかった。動いてるアリア。そう、動いてる動いてる。前髪見て切ったん。切ってもらった。すごくない？超綺麗。あ、モバメ届きましたか？届いてるはずなんだけど、届いてない？届きましたか、皆さん？ハータイン指輪してたよ。素敵。いいなぁ。いいなぁ、だって届いたよ。あ、よかった。かおりさんの結婚会見。え、何それ、知らんかった。それ結婚会見とかしたの今日？見たかった。どこでやってたんですか？ YouTube ライブとか、もしかして。雰囲気が変わりましたね。変わってる？変わったのか。私はどう変わりましたか？どう変わってしまいましたか？いい風にですか？悪い風にですか？それは一体。 YouTube、 見てなかった。どういう会見をやってたの？何回目のこと見たかったね。もちろん。楽しそう。見たかった。楽しそうだね。おめでとうございますって感じ。本当にすごい素敵。超素敵。かおりさん、そんなんかしたいってイメージあったから。かおりさん YouTube に残ってる。あ、確かにアーカイブ見ればいいのか。見ます。いや、でもリアタイで見ることが
大事みたいなとこあるじゃん、生放送って。まあアーカイブで見るけど、見ます。珍しく顔出し、そう珍しく、マジ珍しい。インスタライブでは顔出さんか。寒い？目は綾野剛に。いける。めっちゃ今一瞬さ、眠かったんだけどさ、すぐに起きた。なんで？わかんない。やばいよ。どういうこと？ショートスリーパーってこと？寝てた。でも今ね、めっちゃ寂しくて夢見たのかな。 ねそれさ、昨日も言ってたよ、一瞬で寝て。しかもね、アリと会話してる時に、なんか会話してる時にっていうか、本当に寝てないの絶対なのに、なんか一瞬夢見た。何、じゃあ何を夢見たんですか。それは覚えてないの。覚えてない。何が分かんない。好きな俳優さんはいる？好きな俳優さん？俳優さん、好きな俳優さん、分かんない。みんな、みんなやばい。わかんない。好きな女優さんは佐々木希さん。好き。浜辺美波さんも好き。あ、でも、うん、橋本環奈さんはもう殿堂って感じ。殿堂入り神。スタイルはアンジャッシュの渡辺にだって、やっぱりすごいタイムリーですね。ネタじゃん、もうそんなん絶対ネタで言ってるでしょ。スタイルで似てるってどういうこと。前名古屋駅で見たよ。いつ？それ絶対じゃないですよ。わかんないけど珍しく動いてる。そう、あにちゃん今日のお洋服シナモンみたい。水色です。今日はやばい、口紅全部取れた。あ、口紅思い出した。ピント。テレビの筒、そう、テレビ。あんためっちゃ、あとめっちゃ。いや、周り触れていいのか分かんないから触れられないよね、なんかそこら辺のやつって。アイドルがさ、分かんないけど、タイムリーですね。やばい、あれは。財布なくさないように気をつけてね。うん、本当になくさない、マジで。なくしたらやばい、フルコンボだどんって感じじゃん、そしたら。フルコンボだどん、触れちゃダメですよね。触れないようにしよう。触れないでおこう。触れないでいきます。質問ないですか。質問募集。財布とスマホは命の次に大事ですね。1位命、2に携帯、3に財布です。
皆さんもなくさないように注意してください。でもちょっと注意の問題なのかな、これは。もう忘れも忘れもんな、頭が悪いから。シンプルに前髪割れるし。待ってました。質問どうぞ。さあ、自撮ってます、隣で。可愛いです、とても。髪の毛サラサラだけは何がしますか。別に特に何もしてません。アーヤとはそんなにする、するします。口を開けました。間違えてさ、うん、ブログをメールに送っちゃった。あるある。待って、やばいよそれは。今気づいた。止めてもらおう。いや、もう遅い。ねえ、待って、臭いえ、いいよ全然つけてて。アルバさんがいいよ全然。でも臭くない、臭くない。臭いけど寒いなって思って。いいよ全然つけてこい。いつまでも走れ走れ。はい、大好きです、ありがとう。映画で女優デビューするのはどんな役？うん、いい感じの役。今日の服可愛いけど、どこなんですか？ハニーシナモンとかだった気がする。テレビ何見てるんだ？ニュース。昔 iPhone を機種変してその日に交差点に落として、背面バキバキの。やば、それはやばい。でもすぐ変えてもらえるんじゃない？来週会えるから楽しみ。そっちは話せ、今日一日遊んだの。うん、リンカちゃんが臭いのかと思った。違うよ、エアコンが臭いんです。そうだよね、そうなるよね、急にアリが、ね、臭いとか言い出したら。違います、新潟はいい匂い、バラの匂い。バラの匂い、何の匂い。いい匂いがします。姉さん感出てます。本当ですか、嬉しい。そんなことはないんですけど。何を病んでるでしょう。違います。待って、あ、全然コメ欄が、ま、エアコンが臭い、エアコンが臭い。大変だ。ゲーセンでシナモンの顔のクッションを取ってきてプレゼントした方がいい。ぜひ見てます。だってみんな絶対ゲームセンターでさ、シナモンのさクッション取ってもいらんやろ。そう思うのよ。アリタの最近の口癖って何かある？
暑い、ね、なんかさ暑くなったらすごい暑くなるじゃん。すぐ暑くなるよねこれ。そう、また冷房にして。いいよ、風邪ひくんじゃない。消せばいいよ普通に。これで消したらちょっと暑くない？いい？このなんかもやもや感あるけど。一回消してみて。でちょっとやばかったらつけよう。でもすぐ涼しくなるから。口癖はなんだろう、草、死ぬ、それな、マジやばい、ねえマジ？です。プレゼント送ったのきっとね、なと。の？いや受け取れ、なんか仕事が、あれって。SK 劇場に届くじゃないですか。だから SK 劇場に用事がある仕事があれば受け取れるとは思いま、その辺の子供にあげる。え、ちょうだい。それは撮るのが楽しいの。へえ、わかる。でも漏れるカラーコン教えてほしい。売れるカラコン？今日でもあれレビアです。黒、黒のやつ。中冷やさないようにね。そうなんですよ。それ以外のリンクとエアコン温度設定変えたら確かに、うん、なんかよくこんな感じ。愛ちゃんすぐ死ぬよね。うん、すぐ死ぬ。あと無理とか、あーね、マジ無理。私の愛さん的流行語と、あ、ピアノ言う、ピアノ言う。今年の愛さん的流行語は死ぬ、死んだとか多いですね。いいじゃないよ、ついでにスタッフさん持ってきてくれるとか聞いたけど、え、それはめっちゃなんか優しい女のマネージャーさんがいるんですけど、その人がいる、その人が同行だと持ってきてくれる、持ってきてくれた、その時は。キュンです。よし、もう終わろうかな。みんな元気ですか？体調とか崩してないですか？てかむずる。見えたくない。やばい、やばい、ほんと。ね、マジで怖い。なんかさ、縦にして。え、怖い怖い。マジで怖い。大丈夫だよ。怖いって。姉さん、はい、吸ってもらって。姉さん、怖いって。ついた。大丈夫よ。横にしたらさ、見て、シナモンがさ、映んない。まあ、いいか。うん。横にしたらみんなも横にならないといけないんだよね。おばめ、薄。あ、出た。おばめ、薄。違うんだけど。コメント読むのめっちゃ読みづらい、ね、見て、前髪切ってもらったの、リンカさんに。うまくね、うまくね、マジで。あれ美容師さんよりうまいと思った。なんか変にさ好かれたりするからさ、嫌なんだよ。てかやばい、23時だ。もう終わらなきゃ普通に。ありでは
バイバイ。おやすみ。バイ。